不動産売却とか、はい、不動産査定といったようなですね、うん、ニーズがもうかなり顕在化しているところに関しては、うん、CPC はかなり高騰しておりまして、うん、1万円ほどになることもあります。うん、どうも、すぐさんの岩野です。今回も引き続き、井上さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もリスティング広告周りですかね。そうですね。今日はリスティング全般というよりはバーティカルカット、業界特化で不動産売却のお客様のリスティングで効果を出すためのティップスについてお話ができればと思ってます。はい、お願いします。はい、まずは不動産売却、不動産売買の市場化についてですね、お話をさせていただいて、その次にまず不動産売却の集客方法の全般についてお話をさせていただいて、最後にリスティングで効率よく獲得するためのティップスについてお話ができればと思ってます。はい。まずは最初に不動産売却市場なんですけれども、不動産仲介っていうのがまずあって、で仲介といっても不動産が欲しい人向け、要は購入ですね、と売りたい人向けの売却があるじゃないですか、はい、で今リスティング市場でどちらが激化しているかっていうと売却の方なんですね。でちょっとこちら図を載せるので見ていただければと思うんですけれども、今こちらにGoogle トレンドの不動産売却と不動産査定の検索数の推移を載せております。でこれ右肩上がりに伸びていることが分かると思います。はい、でこれがなぜなのかっていうと、また次の図になります。はい、今お見せしているのが不動産の価格の推移です。で不動産の価格っていうのがまずすごく上がってます。これもニュースにもなってるので皆さん本当にご存知だと思うんですけれども、2013年から上がり続けていて、今特にマンションですね、2013年ぐらいがその100だとすると今190ぐらいになってますっていう、まず価格の高騰っていうのがあります。はい、でかつリモートワークが普及しているっていう、この2つが大きな理由になってるんですけれども、まずその価格の上昇の方から言うとですね、先ほどの話とも重複するんですけれども、右肩上がりでずっと上がっています。でこの価格がいつまで上がり続けるかわからないんですけれども、しばらく高水準が続くとは予想されてます。はい、ただやっぱりこう上がりすぎてるかなっていうような感覚が生活者の中にあるかなと思います。なので売り時かなというふうに判断をして自宅を売却しようというふうに思われる方だったりとか、とりあえず昔買ってみたけど査定だけしておくかといったようなニーズが発生をして、自宅マンションの価格を知っておきたいというニーズがかなり増えてます。でリモートワークの部分に関してはコロナウイルスの蔓延もあってリモートワークが普及して、住居をリモートワークの環境に適したところへと住み替えを検討する方が増えたというのがあって、この2つが要因となって不動産売却のニーズがかなり強まってます。でこういった売却の需要の増加に対してですね、大手を中心とした不動産の仲介会社の競争も激化しています。特に効果の高いリスティング広告の競争がかなり激化しておりまして、獲得が取れやすいキーワードの CPC などではですね、1万円近くまで高騰することもしばしばといったようなかなり激しい状況になってしまっております。はい、で実際に不動産売却などで検索してみれば分かるんですけれども、本当に多くの検索の広告が出てきます。で不動産仲介のビジネスモデルは購入と売却を仲介した時に発生する手数料ビジネスになってますので、両方売却と購入入った方がビジネスとしては有益です。で購入売却の両方から手数料を得ることを両手、売却購入どちらかで手数料を得ることを片手と呼びます。で大手では特に両手狙いのため売却の競争が激化しているといったのがまず市場化になります。はい、これは不動産に従事されている方はご存じかと思うんですけれども、他の業界の方にも向けて改めて整理させていただきました。不動産売却の集客方法についてなんですけれども、主に今から申し上げる5つがメインになってくるかなと思います。はい、まずは一括査定サイトに依頼する、2つ目が自社サイトの SEO、 3つ目がリスティング広告、4つ目がディスプレイ広告、5つ目が動画広告かなというふうに思います。一般的にでこの中で最も効果がいいのはやはりリスティング広告です。でなぜかというと、不動産売却を検討するっていう人は突発的なニーズではなくて、しっかりと考えて行動を起こすため、不動産っていうのも金額もかなり高いので簡単に売ったり買ったりはしないですね。なのでしっかりと考えて行動を起こす人が何をするかっていうと、やっぱりこう検索になってくるんですね。でやっぱりこう商品特性上、人生で何回も行うようなものではなくて、多くの人が初めて売る人がほとんどです、なので Google だったり Yahoo で不動産売却の方法だったりとか手順だったり、どこに依頼をすればいいのかっていうのをしっかりと検索でリサーチする傾向が強いです。だからこそ不動産売却のニーズっていうのはリスティングに集中しやすいです。リスティングでコンバージョンする人はそれだけ検討度も高いので、最終的な契約率も高くなって費用対効果では最も高いというのが、まず集客の中でのリスティングの位置づけです。でじゃあ他の手法どうかっていうと、まず一括査定サイト、一括査定サイトは運営する会社に掲載料を払うか、もしくは成果報酬を払って代わりに集客を行ってもらう手法ですね。自社でリスティング広告を回す予算だったりリソース、ナレッジがない場合にはいいかと思うんですけれども、一括で査定するので基本的には他の会社にも同時に査定の依頼を行っている前提になるので、契約率までを見ると自社の広告で獲得するよりは費用対効果が合わない可能性というのが高いです、実際お話を聞いてても一括査定サイトだと自社で決まる可能性が低いので、ロアスとしては悪くなりがちと
なので契約までを見て一括査定サイトに掲載すること、自社でリスティング広告を行ってみるかっていうのは一度検討した方がいいんじゃないかなといったような施策の位置づけですね。検討度的にはどうなんですかね。一括査定サイトに一旦申し込んでおこうっていう人はある種金額だけちょっとサクッと見ときたい。ライトなんですね。そうですね、はい、ライトということもあってそこまでニーズが高くないし、うん、いろんなところと比較もされるので、うんうん、なかなか決まりづらいっていうところかなと思います。はい、ディスプレイ広告だったり動画広告っていういわゆるこうプッシュ型のものに関しても一回サイトに訪れたユーザーに対してリターゲティングするのであれば、うん、ある程度効果見合うんですけれども、うん、やっぱりこう最近クッキー規制でリターゲティングなかなかできないというところもあって、うんうん、ディスプレイの費用対効果は結構低下傾向かなというふうに思います。売却検討ユーザーって例えばサプリメントとかであればディスプレイ広告で突発的に見せてニーズを喚起させてっていうことができるんですけれども、突発的に起こるニーズではないのでどちらかというとプッシュ型で見せるというよりは能動的に来たユーザーに対してしっかりと拾っておくっていうのが最も効果的な処方になっているといったことも踏まえて、やっぱりこうディスプレイ広告が効果がなかなか出ないっていうのは現状としてあると思います。動画に関して言うと不動産売却の契約率を高めるためには第一早期と信頼性が大事になってくるので、認知を高めるための動画だったり YouTube チャンネル SNS の活用っていうのは長い目で見るとやっておいた方がいい施策かなというふうに思います。ただ目の前の売上を作る施策ではないので、うん、目の前の収益を作っていくっていう観点で言うとやっぱりリスティング広告をいかにうまく攻略していくかっていうのが非常に重要になってくるのかなといったところですね、うん、っていうのが集客の全般の部分になってくるんですけれども、うん、今お話ししたようにリスティングに対する依存度が非常に高い業界になっています。なのでリスティングの効果改善をいかに行えるかっていうのが非常に重要になってきます、うん。最後ですね、不動産売却をリスティングで獲得するにあたって具体的に Tips3 つ紹介したいと思っております。はい、まず1つ目が上限 CPC 設定、2つ目がミドルファンデルの攻略、3つ目が価値 LP の制作になります。その他にもキャンペーン構成だったり入札戦略最適化などですねたくさんあるんですけれども、今日は特に重要な今の3つに絞ってお話をします。まず一つ上限 CPC の設定ですね。先ほどお話しした通り不動産売却の CPC が高騰している背景がある中での戦略になります、うん、で上限 CPC っていうのは1クリックあたりの入札金額に上限を設定することですね。で今は CPA 最適化の自動入札がメインになっているので1クリックあたりの金額がいくらになるかっていうのはクリックされた後の結果じゃないとわからないっていう状況になっていると思います、うん。なので例えばその目標 CPA が3万円というふうに設定した時に CPC が極論2万円になってしまうとかっていうのもありえます。でそのようにですね1万円の時もあれば1000円の時もあるというような形になってます。でクリック単価が安い場合はいいんですけれども、高い場合にはそれで獲得につながればいいんですけど、獲得につながらなければ費用対効果は一気に悪化します、うん、なので予算が多くあればいいんですけど制限がある場合はこれはかなりきつい現象になってます。で不動産売却はそれが起こりうる業界になってます。なのでそういったリスクヘッジの意味でも上限 CPC を設定することで費用対効果が急激に悪化するっていうことを防ぐことができます。またですね上限 CPC を設定した状態で機械学習を回すとですね、その CPC 以下でいかにコンバージョンを最大化するかっていう機械学習が回っていくので、目標 CPA 内で安定的にコンバージョンが獲得できるような機械学習がしっかりと回っていくことにもつながりますので、そういった観点からも上限 CPC の設定というのはこの業界では必須の設定になってます。2つ目がミドルファンネルの攻略です。不動産売却市場ではキーワードによってクリック単価大きく異なります。いわゆるローワーファネルと言われるですね顕在層、不動産売却とか不動産査定といったようなですね、はい、ニーズがもうかなり顕在化しているところに関してはコンバージョンレートは高いです。なんですけれどもやっぱり CPC はかなり高騰しておりまして、先ほど申し上げた通り1万円ほどになることもあります。一方でミドルファネルについては数百円から高くても数千円です。これはどういうものかというと不動産相場とか不動産価格、マンション相場などのキーワードですね。これらは顕在とまではいかないんですけれどもミドルに位置づけられるものですね。でアッパーファネルではさらにもっと安くなってきます。例えば相続とか住み替えといったような顕在というよりは潜在に近いようなものですね、はい、っていうようなパネルがあります。でこのようにパネルによってコンバージョンレートや CPC が違います。でローワーパネルに関しては大手不動産会社だったりとか一括査定サイトがかなり高額な CPC で入札してきているので別途社になります。ローワーパネルに大手などがコストを集中させる分ですねミドルパネルは安くなり競争率もやや下がる傾向にあります。でユーザーの検討度もその分やや下がってしまうんですけれども、うん、CVR もやっぱり低くなりやすい傾向なんですけれども、その分 CPC がかなり安いので CPA が見合うケースっていうのが多いです。さらに言うとですねこのミドルファネルで最適化が機能してくればこのミドルファネルの中でコンバージョンレートが高いというふうに想定されるユーザーを中心に広告配信されるようになるので非常に効果が良くなります。でこのミドルで最適化が機能してくると今のようなメリットだったりとか、あとはパネルの通りですねミドルの方がユーザーが多くいるので獲得数が安定しやすいであったりとか、あとミドルで安定した状態でローワーファネルのキーワードを追加した場合に安価な CPC でローワーキーワードに配信できるようになります。これは適正な CPC っていうのがミ
ミドル基準からローワーを追加するので、ローワーパネルのキーワードを高くても不当に高い CPC で入札をしないような機械学習が働くからですね、うん、逆にローワーパネル顕在層から始めると、そこからミドルキーワードを追加するとミドルキーワードの CPC も高くなってしまう傾向にあります。まあ、これはなぜかっていうと、ローワーは基本的に高い CPC で入札をしに行って学習させてるので、そこからのミドルを追加するとミドルも高い CPC で入札をしに行って、でミドル合わなくてやっぱりローワーしかできないよねみたいな着地になりがちです、うんうん、なのでまずはローワーから始めるんじゃなくて、ミドルから始めてミドルを攻略して、その上でローワーに降りていくというような順番で戦わないと大手との札束勝負になって全然勝てないとみたいなことになってしまうかと思います、うんうんうん、ローワーから始めちゃってる人はキャンペーンを開けるとかでやるしかないですかね、とかもうアカウント新しくするとかですね、じゃないとやっぱりこういきなり後発で入って大手と同じ CPC 縛りで戦えるわけないので、やっぱりこう大手と違うところから戦っていかなくちゃ、まあ、これはもうリスティングでも SEO でも何でも同じだと思うんですけど、いきなりこうビッグで戦えるわけがないので周辺から攻めていきましょうということですね。はい、最後に価値 LP になります。で今お話ししたようにですね、キーワードの戦略をパネル別に考えるのと呼応してパネルに合った LP も作成する必要があります。例えばローワーパネルの不動産査定といったようなキーワードでは、もう早く査定してもらいたいというニーズが明確にあると思います。早く査定してもらいたい、早く売りたい、なので LP に必要な要素っていうのはもう転移性と強みと査定までのスムーズな動線になってくるかなと思います。なのでまあ不当にごちゃごちゃ入れすぎない、で権威性強み動線というのが重要になってくると思うんですけれども、うん、納得したタイミングですぐにフォームに行けるような動線にするっていうことで、一方でミドルファネルに関してはそもそも売却するつもりがあるのかないのかっていうのは不透明な状況にあります。なので売却の意向があったとしても検討度は急いでいない可能性も高いというふうに考えられると思います。そういったユーザーにローワーパネルと同じ LP を当てると離脱率かなり高くなりますね。売るかどうかも考えてないし、検討してる段階なのに査定をするような前提の LP を当てるので、それは離脱しますよねという話ですね。なのでミドルはやっぱりこうとにかく情報量と安心感っていうのを与えてあげる必要があります。で情報というのは例えばその売却の手順だったりとか、売却することのメリット、売却した後のそのサポート、不動産選びの方法などなどですね、ユーザーが気になっているであろう情報をしっかりと提供してあげることですね。はい、で安心感の部分でいうと、不動産でどうしても業界的にいい印象を持たれてないケースあると思います。例えば営業電話しつこいだったりとか、売却することによって損したんじゃないかなどですね、そういったところをしっかりとユーザー心理安心させてあげるための内容を入れてあげるというのが安心感になりますね、うん、はい。もっと細かいこと言っていくと、マンションを売ろうとしている人なのか、土地を売ろうとしている人なのか、戸建てを売ろうとしている人なのかでもニーズ変わってきます、うんうん、ですのでこれもできている会社できてるんですけれども、キーワードのパネルだったりとかユーザーの検索ニーズに応じて LP をしっかり変えることが重要です、うん、で LP っていうのはキーワードによっても変えられるので、エリア名の掛け合わせであればファーストビューに記載されているエリア名変えるっていうこともやりきった方がいいですし、うん、しっかりと例えばそのマンションか戸建てかだけではなくてですね、パネル別に検討度違いで LP を制作するっていうのは非常に重要です、うん、これをやらないとローアパネルで見合わないからミドルに上げたっていう時に LP 一緒だと当たり前に見合わないんですけど、これはミドルの検討度が低いから見合わないんだっていうような誤解をしてしまいがちです、うんうんうん、で本来であれば正しいコミュニケーションを取ってあげれば、そのミドルのユーザーをしっかりと拾ってくることができるにもかかわらず、コミュニケーションの設計ミスでミドルが見合わないというような結果になってしまうことも多々あると思います。ですので今お話ししたようなパネルに応じてしっかりと広告文と LP と設計する必要があるといったところが3つ目の価値 LP の制作の部分になります。はい、今お話しした上限 CPC の設定、ミドルファネルの攻略、価値 LP の制作といったところをしっかりとやりきることで、競争激しい不動産売却の領域でも効果出せるようになるんじゃないかなと思います。ミドルつったかて言うて高いですからね。言うて高いです。数千円する業界ってなかなかないので。そうですよね、はい、ただまあそれと比にならないぐらいもう顕在層のローワーパネルは非常に高いので、うんうん、1万ってえぐいですね。えぐいですね。本当にもうクレカとかカードローンとか不動産売却とかもそういう領域は本当にもう競争課題になってしまってると思います、うんうん、今で言ったら時計とかですかね、ロレックスとかもそうなんじゃないですか、ですね、買い取り。そうですね。ということは最初の受け皿もしっかりしとかないといけないっていう発想になって、その最後の LP のところも3つ重要なところっておっしゃってた通りで、はい、セットで考えないと死にますよね。そうですね、うん、はい、クリエイティブのコミュニケーションの設定もセットで考えないといけないので、リスティングの設定上だけではなくて、うん、制作もセットで考えないと、うん、いくらこうリスティング広告の設計頑張っても効果出せないと思います、うん、めちゃくちゃイメージ湧きました。はい、はい、今お話しした3つですね、うん、ぜひ実施していただければというふうに思うんですけれども、特に競争過多の業界なので、アカウントの中見て正しい設定できてるのかどうかっていうところを不安に思われている広告員さんもいらっしゃると思うので、そういったところの無料診断から承らせていただいてますので、ぜひご連絡いただければと思ってます。はい、はい、というわけでホームページないしは LINE の方から井上氏名でお待ちしてます。はい、本日は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。